今日は秋田市の移住定住希望者向けの耳寄りな情報をいくつかご紹介します。人口およそ30万人、春には700本もの桜が咲き誇る千秋公園、提灯の明かりが通りを華やかに彩る夏の風物詩秋田竿燈まつり、黄金色の稲穂が揺れる秋の田園風景、冬は太平山でのウィンタースポーツが充実、四季の移ろいが感じられる秋田市には豊かな自然と都市の利便性が調和したちょうど良さがあふれています。月刊誌田舎暮らしの本が企画した2024年版住みたい田舎ベストランキング、秋田市は今年も高い評価を受けました。特に若者世代単身者部門で1位を獲得した通り、近年は20代から30代の若い移住者が増加傾向にあります。182世帯305人、令和6年2月末までにカウントされた令和5年度の秋田市への移住者数です。この内訳を世帯別に見ると、単身世帯がおよそ6割、子育て夫婦世帯が合わせて4割、年代別に見ると20代から30代の世帯がおよそ7割を占めています。若い移住者が徐々に増加している秋田市では、移住検討から移住後までの各段階に応じて様々な支援を実施しています。検討段階では移住相談体制の充実、移住体験ツアーの開催などで移住希望者に寄り添います。秋田市東京事務所内の移住相談センターや東京駅から徒歩4分の移住相談八重洲センターが、移住に関する様々な相談ごとに対面やオンラインで応じています。気軽にご相談ください。移住希望者が秋田市暮らしの良さを体験できる移住体験ツアーもおすすめです。ツアーに参加し実際に移住を決めた方も多いおすすめのプログラムです。移住時に必要なのはやはり移住費用の支援です。秋田市では子育て世帯向け、若者向け、東京圏から移住される方向けの3つの補助金制度をご用意しています。それぞれに細かな要件がありますので、必ず移住前にご相談ください。そして移住後の支援です。移住された皆さんが楽しく交流しながら、友達作りや情報の交換などを行うことを目的に、移住者交流会を開催していますので、初めての秋田市暮らしも安心です。最後に秋田市シティプロモーションムービーをご覧ください。